こんばんは、ひづきチャンネルようこそということで、今日はライブ告知をね、したいと思います。えー、今週の日曜日、えー、ちょっと待ってくださいね。<laughs> また小鉄です。もう小鉄登場させておきます。<laughs> えっとですね、今週の日曜日、えー、5月19日はベータでライブしますんでね、ぜひ見に来てほしいなと思います。えー、ベータでね、えー、ライブなんですけれども、えー、今回は3組しか出ません。 三、えー、3組しか出ないんですが、えー、トリオやりますんでね。えー、と、ガクさんって言ってね、何回か対話したことある弾き語りの方と、えー、昇竜玄さん、えー。ちょっとこの方はおそらく初めてかなと思うんですけども。で、えー、3番目に日月真二となっております、えー。オープンが5時オープン、えー、5時半スタートとなります。で、日月真二3番目になりますからね、えー、3番目、えー、6時50分からとなりますんで、 えー、オフィシャルサイトを見てもらったらね、いつものように、あの、ツイキャスのアドレスとかも全部載せてますんで、えー、姫路来れない人は、ぜひツイキャスでね、見ていただきたいなと思います。はい。えー、まあ相変わらずの告知動画なんですけども、えー、今週、えー、日曜日5月19日は、ベータでライブです。えー、ぜひね、皆さん見に来てください。それとね、ついでに、えー、告知しときます。 えー、その次のね、えー、日曜日。えー、っとですね、26日ですかね。えー、26日の、えー、日曜日は、えー、っとですね、ちょっと確認しますね。はい、26日の日曜日は、白点やります。<laughs> 白点1時ぐらいからね、えー、おそらく5時ぐらいに。まあ 6時までできるみたいなんですけど、まあ、多分5時ぐらいにはもう片付けると思うので、1時ぐらいから5時ぐらいの間でね、白点ライブやりたいなと思います。えー、菅井さん来てくれるって言ってるんでね、菅井さんとあとまた、えー、聖児が来れると思いますんで、えー、多分政治出ます。えー、またできたらね、生配信、えー、携帯からね、やろうかなとも思ってるんですけども、ま、ぜひね、えー、遊びに来てほしいなと思いますんでね、よろしくお願いします。雨やったら <laughs> やりませんので <laughs>、 そのあたりも注意してください。またやるときはね、やりますっていうのでね、ツイッターなり、フェイスブックなり、またこの YouTube のね、ショート動画かなんかでね、やりますっていうのをね、告知しますんで、ぜひね、見に来てほしいなと思います。その次ね、もう一つ決まってます。6月1日はうまでヘブンズゲート出ますんでね、今回はなんと総額団で出ますんでね、こちらもお楽しみに。 はい。えー、ライブがね、どんどんどんと毎週また続きますけれども、えー、皆さん、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ということで、今日はライブを、ライブ告知でした。はい。それでは、コテスとともに、それでは、バイバイ。